第三部後期右上場は皆もって新人の異なるよりこと起こりそうろうか子商人の恩物語に 法然商人の御時、御弟子、その数おわしける中に、同じく御信人の人も少なくおわしけるにこそ、親鸞御同房の御中にして、御相論のこと将来蹴り、そのゆえは、 前身が新人も、商人のご新人も、一つなり。と仰せの相来ければ、生官房念仏房何度申す御同房たち、もってのほかに争いたまいて、いかでか、商人のご新人に、前身房の新人、 一つにはあるべきぞ。と、そうらいければ、商人の御知恵、才覚、広くおわしますに、一つならんと申さばこそ、ひがことならめ、王女の新人においては、まったく異なることなし、ただ一つなり、 とご返答ありけれども、なお、いかでかそのぎあらん、という疑難ありければ、先ずるところ、商人の恩前にて、自他の是非を定むべきにて、この司祭を申し上げければ、法然商人の仰せには、 元空が新人も、如来より賜りたる新人なり。全身房の新人も、如来より賜らせ賜いたる新人なり。されば、ただ一つなり。別の新人にておわしまさん人は、元空が舞覧ずる浄土へは、よも、 まい宗ら,らわしと大瀬宗来しかば当時の一向千住の人々の中にも親鸞のご信人に一つならぬ御ことも宗ろらんと覚え宗ろういずれもいずれも栗ごとにて宗らえども 書きつけ揃ろなり、路名わずかに古僧の実にかかりて揃ろほどにこそ、愛伴わしめたまう人々のご不信をも承り、商人の仰せの将来師趣をも申し聞かせ参らせ宗来ども、 平安の後は、さこそ、しどけなきことどもにて、そうらわんずらめと、嘆き存じそうらいて。くのごとくの義度も、おせられ愛そうろう人々にも、言い,い迷わされ何度せらるることのそうらわん時は、こう商人の恩心にいかないて、 御,持ちい候御商業どもをよくよくご覧承謀べしおおよそ商業には真実権家共に愛交わり承謀なり根を捨てて実を取り家を差し置きて 心を用いるこそ、商人のご本意にて相らえ。構えて構えて、商業をみ乱らせたまうまじくそろ撲。大切の小門ども、少々抜きでまいらせ相撲て目安にして、この書に、 え参らせて揃ろうなり、商人の常の仰せには、三だの御幸子唯のがんをよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり、さればそれほどの豪を、 持ちける身にてありけるを、助けんとおぼしめしたちける本願の片付けなさよ。と、ご出会ら来しことを、今また案ずるに、禅道の。自身は、これ、剣に、罪悪、うじのんぶ 皇后よりこの方、常に沈み、常に流転して、失利の縁あることなき身と知れ。という禁言に少しもたがわせおわしまさず、されば、かたじけなく、我が御身に引きかけて、我らが身の罪悪の深きほどをも知らず、 如来の御恩の高きことをも知らずして、迷えるを思い知らせんがためにて将来けり。誠に如来の御恩ということをばさたなくして、我も人もよしあしということをのみ申しあえり。 商人の仰せには、全幕の二つ、そうしてもって存じせざるなり、そのゆえは、如来の恩心によしとおぼしめすほどに知りとしたらばこそ、よきを知りたるにてもあらめ、 如来の足とおぼしめすほどに尻刀したらばこそ、悪しきを知りたるにてもあらめど。煩悩愚足の煩部、固く無常の世界は、よろすのことみなもって、空ごとたわこと、まことあることなきに。ただ、念仏のみぞ。 誠にておわします。とこそ仰せは将来しか。誠に我も人も空事をのみ申し合い揃う中に、ひとつ痛ましきことの揃ろうなり、そのゆえは、 念仏申すについて、新人の趣をも互いに問答し、人にも言い聞かするとき、人の口を塞ぎ、総論をたたんがために、全く仰せにてなきことをも、仰せとのみ申すこと、あさましく嘆き存じそ論なり、 この旨をよくよく思いとき心得らるべきことにそろう。これさらに私の言葉にあらずといえども、強釈の行く字も知らず、訪問の先人を心得分けたることもそらわねば。定めて おかしきことにてこそ,そうらはめども、いにしえ大うらんの仰せ事僧羅石赴き、百文が一つ、片端ばかりよも思いでま参らせて書きつけ僧羅なり、悲しきかなや幸い,いに念仏しながら、 じきに、宝土に拭まれずして、返事に宿を取らんこと。一室の行者の中に、新人異なることなからんために、泣く泣く筆を染めて、これを記す。名付けて、単二章というべし。会見あるべからず。